ハインツ・ハルメル・ハインツ・ハルメルは、ナチス・ドイツの武装親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊少将。メッツ出身。バイマル共和国軍に兵士として勤務していたが、試験で主官になる道を断たれたため、軍隊を諦めた。予備軍に残留しながら、農業に従事した。ドイツ首相、アドルフ・ヒトラーによる、再軍備宣言があった1935年に、 新衛隊組む部隊のゲルマニア連隊に入隊した。1940年の西方戦にはデアヒューラー連隊に属する中隊の隊長として出生。1941年、独ソ戦が開始されると東部戦線に従軍した。1941年12月のモスクワ攻略戦では自動車化不評部隊、ドイッチュラント連隊の連隊長を務めて優先した。 1943年2月の第三次ハリコフ攻防戦、7月のクルスク戦でも大きな活躍をした。1944年4月27日から1945年4月28日にかけてフルンツベルク師団の師団長を務めた。師団はカーメネテツポドルスクでのソ連軍と戦闘した後、ノルマンディ上陸作戦に際してイギリス軍と戦闘した。 上陸作戦のファレーズ戦の後、セーヌ川ウガンへの撤収の際にハルメルの師団は、連軍を務めた。その後、再編成のためオランダのアルンヘムへ移動した。1944年9月、ここでイギリス軍によるマーケットガーデン作戦が決行された。ハルメルらは、ビルヘルム・ビットリヒの指揮のもと、イギリス軍を撃退した。 1945年1月にはアルザスで米軍と戦闘。その後、オーデルハンへ移動し、ソ連軍と戦闘した。しかし、ヒトラーの死守命令に背いたとされて1945年4月28日に指揮権を取り上げられた。ハルメルはこの決定を不服としてオーストリアにあった陸軍人事局に抗議を行ったが、この際にオーストリア防衛の指揮を任された。 しかし間もなく、ドイツは敗戦し、ハルメルは、イギリス軍の捕虜となった。2年間、抑留された後、ドイツへ送還された。その後、販売代理店の仕事をした。94歳で、クレイフェルトにおいて死去。ありがとうございます。